はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで F さんから、はい、追加ありがとうございますね。昨日の分はもうね、届いてますよね、今日ね。はい、じゃあね、おかわりね、どうでしょうか。面白いですよね、これね、うん、こんなに。まあ去年も結構ね、面白かったですけど、やっぱりカードのブランドの選別というかね、チョイスがなかなかいいチョイスしてますよね。めっちゃいいです。あ、よいしょ。はい、よいしょ。じゃあいきます。まずはテディですね。ダニエル・ジョーンズ。あ、ひっくり返ってるな。いきます。あ、これジャージっすよね。ジョナサン・テイラーですね、まず。うん。299の173ですね。ジャージです。コルツのルーキー。ジョーダン・ラブの、グリディオン・キングかな。で、ジェリー。で、ザック・モスのパラレル199。で、レガシーのジャスティン・ジェファーソン。スイフトのモーメンタ。懐かしいな。2000年でしたっけ。あ、98だよね、このクリアのやつね。あ、ちょっと破けちゃったな。ちょっと取り替えますんで、ちょっと待ってください。やっぱ3日ぐらいでね、ダメになっちゃうんですね。梱包の時のとちょっと変えて使い分けてるんですけど。はい、すいません、お待たせしました。はい、CD ランプポラマルさんで、なんかのシルバーだね。スコアだ。トム・ブレディ。あ、なにこれトム・ブレディのペトリオッツ。あ、これトム・ブレディのトリビュートだ、確か。あ、2004年になってる。ほら、これ出ないんじゃないの。初めて見ましたよ。これめっちゃやばいんじゃないですか。そうでもないのかな、どうなんだろう。2004年のスコアのデザインでトム・ブレディでしょね。え、2004年トム・ブレディはこういうあれでしたっていうね。おお、いいんじゃないですか。はい、でラグスプリズムも来てますね。 T フリオ・ジョーンズの199で、プリズムクレープルね、でかくて強いレシーバーです。ルットン、はいね、ドライチ取っちゃったね、ジャガーズ。はい、マーキス・ブラン、ブリーズで、シルバーです。バーローじゃん。あ、バーロー。おお、スコアシルバー来ましたよ。バローです。ワンバロスね、ジェイさんで、 CD スイフト、ラブ、ガブさん。よいしょ。おお、いいっすね。はい、オレム、ボサ、ダイナゴンシルバー。お、ジョーダン・ラブです。はい。ダイナゴン・シルバーですね。ここちょっとディンプルがあるな。でも後ろはへこんでないんでね。生産上なんだよな。
まあたまにこういうのあるんで。で、クレイプール。またプリズムがありますね。ロビンソン。ドビンズの99、76。で、プリズム。ガブさん。ガブさんデイビスですね。で、ムーニー。ガブさん結構頑張ってましたね。まあ、アレンが結構投げまくるから、取らなきゃ。取らなっていう感じですかね。はい、ワット。あ、ひっくり返ってる。これがサインですね。サイン1枚目か。お、ジャレンハーツ。なんかめっちゃ出るね。ジャレンハーツ、クレイプールとか。偏ってんのかな ?35 尻ですよ。ドンラス、クリア。レイテッドルーキーの音ですかね。ちょっとオプティックの出なさすぎは何だったのっていう。お、なんか赤いよ。ダイナゴンだ。あ、ラグス。赤色？何シリ？あ、99か。あ、ダイナゴン。そっか。赤、そうだっけ。ちょっと忘れちゃいましたね、もう。2000年ぐらいまでありましたよね、パシックね。2002年ぐらいまであったのかな。もうちょっとあったかな。エリオット。で、ラグス。あ、ひっくり返ってた。サイン2連チャンだ。ジョナサン・テイラーとハーツだから、まあ、ありですね。で、両方、レイテッドルーキーの音。あ、これシリアルないわ。ハーツがシリアルありでよかったですね。で、ツアー。ワンツアー、ワンバローシルバー、ドビンズ、ハーツ、ジェファーソンに、最後締めました。ハバト。はい。これで1枚ずつ出ましたね、ちゃんとね。はい、トム・ブレディのね、トリビュート。これちょっとポーカーで買ったらこっち入れますよ。これ入れますよ。ね。はい、じゃあポーカーいきます。面白いね、クロニクルね。これ面白いよ、ほんと。ね。あ、リフレッシュします。で、リフレッシュして、F さん先行ね、いきます。ワン。ツー。スリー。キング、キング。あ、ワンペア。でも十分ですよ、キングの。じゃあ、店長もやります。ワン、ツー、スリー。あ、引き分けか。キングのワンペアで引き分けだと店長の勝ちということになってしまいますんで。申し訳ないです。はい。ルール上、申し訳ないです。引き分けは、ね、ノーハンド同士も引き分け。同じ数字で。まあマークで言ったら、いやでもそうっすね、うん、はい、ということで、よいしょ。はい、じゃあね、こちらで今日発送します。明日お受け取りできると思います。はい、また大和さん収穫来たら多分メールがいつも通り行くと思いますんで、お受け取りお願いします。はい、トム・ブレディのトリビュート初めて見ました。なかなか出ないと思いますよ、これ。はい、ありがとうございました。